この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。ポテポテさん、30歳の方からの質問です。はじめまして。いつも斉藤直樹さんの動画を楽しく拝見しております。イラストの技術だけではなくメンタル面でも勉強になり大変助かっております。早速ですが悩みを相談させてください。私は最近までデジタルとアナログ両方の絵を描いていましたが、作業効率を優先して今後はデジタルを極めていこうと決めました。デジタル機能は便利なものが多く制作していてとても楽ちんなのですが、今までアナログをやってきたためどうしても頭が固くなってしまって、その機能を素直に使いこなせずにいます。利き手で描きやすい方と逆の顔を描く際に左右反転機能を使う。正面向きの顔を左右反転定規を使って描く。クリップスタジオのフリー素材を使った加工など。これってズルなんじゃ、自分の実力と言えるのか。もしアナログで絵を描くことになった時描けませんとなるのが怖い。デジタル機能に頼ることに謎の恐怖心が出ています。デジタル機能を活用するのはズルいですか。斉藤直樹さんに肯定していただき、すっきりとした気持ちでお絵描きがしたいのです。変な質問で答えにくいかと思いますが、よろしくお願いしますとのことです。ポテポテさん、質問ありがとうございます。斉藤直樹さんに肯定していただき、すっきりとした気持ちでお絵描きがしたいってね、もう最後の一文でポテポテさんの気持ちは決まってるじゃないかって思ったんですが、わかりました。ポテポテさんがすっきりした気持ちでお絵描きできるように全力でお答えしていきたいと思います。まあね、最初ちょっと笑っちゃったんですが、でもこの問題って結構誰もが、人によってはずーっと抱え続けるデジタル絵描き共通の悩みだと思うんですよね。これなんでかっていうと、デジタルで絵を描くとソフトの機能がすごく充実しているので、自分ではなくソフトが描いてくれた絵なんじゃないかって人に思われたり、あるいは実際に言われたり、まあ人に言われないまでも自分自身でそういうツッコミを入れちゃうことってありますよね。それで、はぁ、絵うまいなんて言われるけど俺アナログじゃ全然描けないんだよね、どうせ俺なんてパソコンがなければ何もできない絵描きなんだ、なんてね、コンプレックスを抱え込んでしまうデジタル絵描き多いと思うんですよ。まあポテポテさんはね、デジタルとアナログ半々ということなのでそういうことはないと思いますが、でも安心してください。この動画を見ていただければそんな無力感を払拭し、これが俺の絵だってね、自信を持ってデジタルでお絵描きをできちゃう、そういう状態になっていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それではもう結論言っちゃうんですが、パソコンでデジタル機能を使ってお絵描きすることはずるいのかずるくないのか、これはですね、全くずるくありません。全ての機能という機能、余すことなく全て使って大丈夫です。いや、あのね、そんなの当たり前ですよ。もう全然使って大丈夫。心配しなくていいですからね。その理由が3つあります。機能は使って欲しくて開発されたものだから。機能を使いこなすには技術やセンスが必要だから。作品の価値は機能では決まらないから。です。順番に解説していきますね。機能は使って欲しくて開発されたものだから。まずですね、これは大前提として忘れないようにしたいのは、ソフトを開発する側はその機能を使って欲しくて日々機能を開発しているっていう当たり前の事実だと思うんですよ。使って欲しくて一生懸命開発しているのに便利すぎるからといって、使う側がそれを使うのを躊躇してしまったら、開発した側としてはとても残念に思うと思いますし、それは単なる宝の持ち腐れです。例えばポテポテさんがちょっと使うのを躊躇してしまうって例にも挙げている絵を左右反転させる機能、それと画面の片方だけに描写するともう片方も自動で描画してくれる左右対称定規、これはですね、アナログでもまあ似たようなことはできるけど時間がかかる、だからデジタルを使ってすぐに画面に反映させられるようにしようっていう意図で制作された時短ツールですし、フリー素材に関してはですね、もうソフトの制作者だけではなくクリエイター側も公開していることって多いですよね。これを使ったらもっと背景が便利に描けるよ、いい感じのブラシタッチが表現できるよ、綺麗なエフェクトが描けるよってね、その人たちの技術を僕らにプレゼントしてくれているわけじゃないですか。作者が使って欲しくて提供しているのに、使う側が気持ちよく使ってくれなかったら作った側としてはちょっとシュンとなっちゃいますよね。それに一方では、じゃあアナログは全然そんなことはないのか、自分の力だけで描いている
ているのかっていうと、まあ、そんなことは決してありません。鉛筆や消しゴム、絵の具やキャンバス、画用紙といったアナログで絵を描くのに必要なツールだって別に自分で作ったわけじゃないですよね。人が作ったものを利用させてもらって、そして僕らは絵を描かせていただいています。作品を作るときはアナログもデジタルも人の作った技術を利用させてもらって絵を描いているっていう意味においてはそこまで大差はないと思うんです。例えばね、鉛筆で絵を描いている人を見て、お前鉛筆なんて使ったらいい絵描けて当然じゃん、楽しやがって、その鉛筆からお前が作ったんだとしたら認めてやるよなんていう人多分いないじゃないですか。パソコンで絵を描くことだって、まあ、基本的にはこれと同じだと思うんですよ。鉛筆と同じくパソコンという道具を使いこなして絵を描いたのはあなた自身です。その道具に備わっている機能は開発者があなたに使ってほしくて一生懸命開発したものなんですから、そのことを必要以上にコンプレックスに感じることはないと思うんですね。実際僕もですね、こういった講座動画を通して作成した無料素材、僕のピクシブファンボックスを通して皆さんに無料提供しているものが多いですが、使わせてもらいました。ありがとうございます。そんな風にですね、たくさんたくさん利用されているのを見るともう本当に嬉しくなります。全然使うこと躊躇なんてする必要はありません。便利な素材は思う存分利用してあなたの絵をよりいいものにしましょう。機能を使いこなすには技術やセンスが必要だから。でもポテポテさんはここでこう思うかもしれません。そんなのわかってるよ。でもなんか人が作った素材や便利機能を使っちゃうとお前の力じゃないじゃん、ズルしやがってって後ろ指刺されないか不安なんだよ、不安で不安で眠れないんだよなんて思うかもしれません。まあ確かにね、どれだけ技術が浸透しようとある一定数こういうことを言ってくれる人もいると思うんです。お、すごい絵だね。え、パソコン使ってんのね。パソコン使ってるからこの絵が描けるんでしょう。なんだなんだ、君の力じゃなくてパソコンが描いてくれた絵なんだこれは。そうかそうか、まあ、それだったらおじさん納得だよなんてね、そういうニュアンスでまるでパソコンが描いてくれたかのように捉えてる人は、まあ、いると思います。そしてそう考える人たちをまるっきりゼロにすることはできないと思うんですが、でもね、まあ、それはそれでいいと思うんですよ。というかですね、そういう人たちは心の奥底では本当は分かっていると思うんですよね。これがパソコンの力だけで描かれた絵じゃないっていうことはうっすらとは分かっていて、でもそれを認めたくないもんだから単に負け惜しみを言っているようにも思えるんですよね。いや、だってもし本当にパソコンやソフトの機能だけに頼り切って全然絵を描く能力がないにもかかわらずその機能のおかげだけでものすごく人の心を打てるような作品が作れるとしましょう。そんなことができたとしたらあなたに対して、あ、パソコンで描いたのね、こんなの誰にでも描けるじゃんって言ってきたその人だって魅力的な絵が描けるはずじゃないですか。でも実際は多分ですけど、その人にパソコンやソフト、そしてあなたが利用した機能を懇切丁寧に教えてあげたとしても多分その人にはそんな作品は到底作れないと思うんですよ。それは当然です。まあ、確かにね、便利な機能やツールはたくさん用意はされていますが、その機能もツールも使う側の技術やセンスがなければ威力を発揮できません。あなたが使うからその技術もツールも素材も作品に昇華できるんです。デジタルで書くにしろアナログで書くにしろ、そのことにポテポテさんがまずは自信を持つ必要があると僕は思います。人に何を言われようとあなた自身がそのことに一番自信を持たなければいけないんです。もし誰かに、それってパソコンで書いたんだよね、いいよね、自動で書いてくれるんだから楽で、なんて言われたとしたらイライラせずにこう言い返してあげればいいと思います。もう超楽っていうかさ、こんなに簡単に書けるのになんで君やらないの、不思議って。作品の価値は機能では決まらないから。はい、もうここまで聞いてポテポテさんは気づいたはずだと思うんです。そうなんです。作品の価値はどんな技術で書かれたとか、どんな機能を使ったとか、そういうもので決まるものではありません。あ、一応少しはあると思いますよ。ものすごく革新的な技術が開発されて、その技術を世界で一番最初に使用して作られた作品、そのことを証明できたとしたら、それは何らかの価値を生み出す可能性はあると思いますが、そういうものは極めて例外的ですよね。作品の価値というのはそういった技術によってではなく、見た人がうわー綺麗、すごく素敵な作品
とか、かっけえ、ものすごくテンション上がるとか、なんだろう、この作品めっちゃ泣けるとか、そういった感情に訴えかけるような作品だと僕は思うんですね。もしかしたら AI が発達した未来では、そういった人々の感情すら完璧にコントロールできるような技術が開発されて、アレクサ、見た人誰もが笑って泣いて心が熱くなるような、そんな40ページの漫画描いてとか言ったら、もう10秒ぐらいでね、できましたとか言ってポンって出てくるような未来がまあありえるかもしれませんが、まあ今のところそうはなっていません。そういった人の心を掴んだり共感させるようなものを生み出すのは人間にしかできないから、それはポテポテさん、あなたの仕事だからです。そうなんです。便利な技術、生かすも殺すもあなた次第なんです。そう考えると、便利な機能使うかどうか迷ってるなんてちょっとバカらしくなってきませんか？だってあなたがすべきことは、あなた自身の実力の証明ではなく、その作品で誰かをたくさんたくさん感動させることだからです。それはあなたにしかできないことだからです。もしかしたらね、デジタル機能を使うとき、これってちょっとずるいんじゃないかななんて思ってしまうこともあると思います。そう思ってしまったら、今日の話を思い出してみてください。ツールを開発してくれた人は、あなたにそれをたくさん使ってほしくて開発しました。それは鉛筆だろうがパソコンだろうが変わりません。そしてその機能を使いこなすには、当然ながら技術やセンスも必要です。誰がやっても名作を生み出せてしまうのなら、パソコン使ったら誰にでも書けるっしょって言ってきた人でも、素晴らしい作品を書けちゃうはずです。ですが、こういう人はきっとそんな素晴らしい作品は書けないでしょう。それに作品の価値は機能で決まるものではありません。本当に素晴らしい作品は、人の感情を動かすことができる作品ですが、今のところそれは自動ではできません。いくら技術が発達しても、ツールが便利になっても、人の感情を動かすのはあなたの役割だからです。ポテポテさん、応援しています。モテる技術を存分に使いこなして、ポテポテさんにしか作れない作品をたくさん生み出してくださいね。諦めないで、応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回はデジタル技術を使って絵を描いていいのかどうかの話でしたが、そもそもその前の段階で全然アイディアが浮かんでこない、自分の内側から何も浮かんでこなくて困ってる、でも何か表現したいんだよっていう人もいると思うんですね。そんな人にはこちらの動画、正直無理に絵を描かなくていいですが、おすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてください。大切な情報を忘れずにお届けするために、ベル通知音の設定もよろしくお願いします。最後にお知らせをさせてください。誰よりも早く絵が上手くなりたい、もっと効率的に上達のポイントが知れたらいいのに、あれ、あのお役立ち情報どの動画だっけ、あーもう動画を見返すのがめんどくさい、そんなことってありませんか？朗報です。なんとなんと、あの3ヶ月上達法が本になりました。この本を読むと、イラストが最速で上達する理由が3つあります。1つ目は、僕自身で実証済みだから。僕は30歳の時にモンスターを描くモンスター絵師からキャラクター絵師に転身を果たしました。最初はキャラクターを全く描けない状態から、3ヶ月でキャラクターイラストを上達させ、仕事につなげ、そして実際にキャラクターイラスト業界で活躍できるようになりました。この本はその実体験をもとに、超効果的な上達法のやり方を分かりやすく丁寧に解説した本なんです。2つ目は、経験者の声が参考になるから。一人でこの上達法にチャレンジしていると、ふと思ってしまうことがあります。これって本当に効果あるのかな？斉藤さんには効果があっても自分には効果がないんじゃないだろうか。いやいや、安心してください。この本には実際にこの上達法に取り組んで、そして成果を上げた人のビフォーアフターの作品例6例掲載させていただきました。しかも作品だけではなく、難しかったこと、意識したこと、そしてつまずいた時にどう乗り越えたのかなど、僕だけではなく、その人なりに工夫したことも一緒に掲載させていただきました。僕だけでは拾い切ることができなかったユニークな工夫も、あなたのイラストの上達の手助けになると思います。そして3つ目は、情報が体系的にまとまっているから。3ヶ月上達法の動画、現在180万回以上再生されている人気動画なのですが、それゆえにこんな質問も多かったです。言ってる内容はすごくわかるんだけど、もっと詳しい情報が欲しいな。上達法のやり方だけではなく、関係がある練習法もわかりやすくまとめてほしい。任せてください。この本はですね、第1章第2章と課題が与えられますが、その課題をこなす上で、この情報があるとも
もっと深く内容が身になるよといったイラスト講座も一緒にまとまっているんですね。さらにもっと突っ込んで勉強したいという人にはもっともっと深掘りできる動画のリンクも掲載されていますので、 QR コードをスマホでパシャッと取って動画講座を受講することもできちゃいます。あなたはこの本を手にして、そして内容を実行した時手にすることになるでしょう。他の追随を許さない圧倒的な描写力、そして何よりもあなたの夢を実現させるための力、思いを形にする力を。興味がある方は動画下の概要欄の URL からチェックしてみてくださいね。本日予約開始となっております。本の方は数に限りがありますので、絶対本で欲しいという方は事前の予約をお願いいたします。あなたのイラストの上達の手助けになれますよう全力で応援しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。